つは探偵のやつ、なんかお化けの、お化けのコックさんのやつは、なんかあのレナが覚えてるやつはなんかなんだっけ、なんか泥棒が家に入ってきてなんか食器とかをなんか奪おうとして、でなんかお化けで怖いってなってでなんかお化けもコックさんだからなんかあの食器とかを取られるのが許せないみたいな、なんかそんな感じだったと思う。なんか高級な食器を盗んで、綺麗な食器を出てなんか盗んで、え、絵本なの、え、そんなのはずいんだけど、漫画であってくれ、さすがにそれは。え、解決ゾロリもめっちゃ見てたわ、懐かしい、やばい、に見てた、見たい見てたわ。もしかしたら名探偵、いや待って、それかも、いや分かんない、え、それの可能性大、手紙ありがとう。え、それかもしれない、それかも、名探偵のやつ、なんかいろんなシリーズがある、一作じゃない、一作っていうかあのたくさん本がある、たくさん題名がある、何巻も出てる。え、いや分かんないけど多分そんな感じだった、名前そんな感じだった。映画も見た気がする、解決ゾロリのなんちゃらかんちゃら名探偵。え、何それ、いや分かんないえ、待って、今めっちゃあれなんだけど、なんだっけ、今めっちゃデジャブなんだけど、やばいデジャブなう、見る気すぎよ、え、待って、それなんだけど、絶対それ死んだ、いや、わかんない、多分それ、いや、絶対隣の人に怒られる、え、多分それめっちゃおもろいんだよ、それめっちゃおもろいの、え、それめっちゃおもろい、え、知ってるでしょ、タイトル分かっても知らん、え、嘘、調べて調べて、え、絶対知ってるから。振り返れば目だね、帰ってきた目だね、あ、それだわ、そう、めっちゃ多いの本の種類、え、知らないの、嘘でしょマジ、え、知らないの、嘘でしょ、嘘でしょ、知らないの、嘘でしょ、知らないの、え、え、待って、なんで知らないの、え、待って、普通に皆さんご存知なんだけど、レナの中では、え、え、え、本当に知らない、嘘でしょ、画風古い、嘘、いや、地域限定じゃないって、え、誰でも知ってると思った、あれマジか、10巻セットで3000円くらいで売ってるぞ、買おっかな、マジ懐かしすぎて買おっかな、え、めっちゃある、めっちゃある、シリーズめっちゃある、え、マジか、存じ上げないんだ、マジでやば、有名やんな、有名やで普通に有名なはずなんやけど、普通に有名なはずなんですけど、知らんのや、みんな、うんうん、やば、マジか、ちーん、マジか、マジか、遠近法、1992年、それはあれなん、それって前、1992年って、全く知らない、マジか、かわいいブー太郎、ゲームはなんだろう、キレナは2005年生まれ、1992年ってどれぐらい前なの
そう、まだ寝てる、配信中寝てるんで、配信終わったらね、起きてご飯とか食べ出す、ぶーちゃんも。頑張ってください、ありがとう。食べられた、今日も寝てんの。みんな見たんで、お若い、ブー太郎。あ、2005年がってことか。みんな何年生まれ、みんな何年生まれですか。ファミコンは知ってる、聞いたことある、やったことない。呼吸するように。お腹こちこちしても起きない。そうなの、起きないんですよ。あ、そこかもゼロ5ない。1987年生まれ、1991、3000年生まれ。どんぐらい前なんだろう、計算できない。え、なんか2005年でしょ、年がバレる。あ、関根のタイトが一周違う、12歳上ってこと。じゃあ何年上、1192。1192、どんぐらい前、わかんない。昭和生まれ、レナは平成だよ。イエーイ、勝った。1999、9が3つ並んでますね。6個、でも違うんだよね、お兄ちゃんと6個差なんだけど、違うよね、違うって結果になったよね、確か。ちょっと待って、ちょっと一瞬待ってね、一瞬待ってて。7個か、昭和生まれです。お兄ちゃんは6個上だけど、お兄ちゃん誕生日が3月だから早生まれ、年は変わんないか、誕生日来てるから。ちょっと一旦待って、はいはいはい。ループ早かったでしょ、確認だけだから。帰ってきました。なんか見ないのね、しかね。使ってくるよな。え、年下のようにだけど、同い年でもないと思うけどね。年下だよ。リップの色、これだよ、これリップじゃない、もうなんかリップか、一応遠い。大学じゃねえわ、何してんねんレナ。悪さしすぎやろ。通信で大学で。ちゃんちゃい、ちゃんちゃいです。いや、大学じゃないですけど。入学式すらないのに。期間おっつー、お風呂おっつー。え、今から映画館とか普通に時間ないかな。何もせんかったら確かに何もしなさすぎてもあかんよな。大学は行ってない、通ってない。強制やば、何もしてないのに。で、何もしてなさすぎてもあかんけど。迷うってことは行きたいんだから。いや違うやん、時間あるんかなと思って。課題の
LINE 呼んでた。最終時25時20分って何時？3時20分え、嘘でしょ。え、待って、行こっかな普通に。みんな調べて、名古屋。うん、メール来た？笑いすぎに見てたらしよう。うわうわ、悪だ悪だぞ。やってなさそうなんだけど。メール来たよ、ありがとう。平日か、今日平日だわ。メール来ないけど、もしかしたらもう解約したかもしれん。来てるよ。あれ25時あ、1時だ、やば。待って、なんで3時って言ったの、やばい。待って、なんで3時って言ったの、やばい。やばい。やばい。待って、死んだ。やば、おもろすぎて無理。死んないやろ。え、メロック来てない。謎のポーズの、え、ちょちょ、みんなメールの写真見てきてほしい。あれは配信中に送った理由があって、あるんですよね、理由がちゃんとね。15時3時でなったのか、だから3時って思ったのかな。エレキタ好き軽っ。たくるのか、言い方やめて。なんとも言え、いやいや、まあ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 、マジメール来るか見れません。あれじゃない、迷惑ボックスみたいな、迷惑メールに入ってる。下見せようとしてないよ。やばいや。何のポーズ、ハート作る途中。お、え、マジさ、説明していい、あの写真の説明。あのね、なんだっけ、撮って写真撮ってもらって、ウエスト細く見える。え、嘘、本当にそこまで見てなかったわ。これから2になればメール送れることがなかった。いや、もう今日だけだから。え、みんなね、ひどいよ。え、分かってた人手挙げて。分かってた人、あの15分前とかになってさ、え、あと15分しかないけど綺麗なメール送ったのかな、どっちだろう、言った方がいいのかなみたいな思ってた人手挙げて。そう思ってた人は、みんなじゃん、やばいよそれ。それやばいよ。え、みんな気づいてたの、気づいてない人なの。え、みんなさ、やばいからね。本当に。え、レナも今日分かってなくて、本当にやばいと思って。で、いや、あのね、え、じゃあ怒っていい？説教タイムいきますね。マジで口で刺さない、はい、ごめんなさい。マジで。マジで、え、マジで送らないって思ってた。あ、だからレナが忘れてるんだろうなって思ってたってことか。いや、言ってよ。え、マジでさ、ひどいよ、みんなひどいからね。なんかいらないんかなみたいな。レナからしたらみんな言ってこないからさ、まあ、レナも忘れてたけど、忘れてたのは悪いけど、キャンキャン。本当に説教タイムあんた起こして寝ないの。いや、マジでなんかさ、レナが気づいて言ってくれて、でなんかみんながさ忘れてたよね、てか忘れてないよ、忘れてなかったら余計やばいからね、みんな。それでさ、なんかやばい、どうしようってなってさ、あのレナを焦らせて、でレナが焦って、あのやっぱり書かないって言ったら、メール送らないって言ったらさ、みんな、え、送らないの、送ってほしいな、メール欲しいよ、あと2分だよ、あと3分だよ、早く書いてきなよって感じあったやん。マジで本当にさ、ひどいからね。いや、焦ってた。だってさ、欲しいでしょ、メール欲しいじゃん、みんなね、みんな欲しいのにさ、なんかさ、なんかあと2分だよ、え、本当に時間やばいよ、え、大丈夫みたいな
てのさ感じでさ、コメントの流れとかこうめっちゃ速くなってさ本当にさひどいと思うよ。褒めて、それで送ったんだから、それで送ったんだから、来なかったら来なかったら、いやもうそんなねこと言ったらもう知らないよ本当に本当にみんな悪いんだから、本当にね悪いんだからね、本当に本当にね悪いんだから。そしてさ、レナがさメールさ返せるさ、返ってる途中にさキンキンラブリー行ってきてよ、キンキンラブリー、レナが再会した瞬間にさ、なんかレナ何も言ってないのにキンキンラブリー、キンキンラブリー、間違ってますよ配信見る場所って感じにね思ったんですけど、もう私は心が広いのでまあ何も言わずにね、何も言わずにね、はい、まあ、全然いいよ、おめで届いたのよかったねみたいな感じでね、いてててててて、はい挑戦できちゃうじゃん、そういう問題じゃないによはい、そうですね、まあ、大人なのでね、まあアイスとか食べちゃってね、あ結婚してあげますよ大人なのでね言ってませんよ今ね、本当はね、まあまあいろいろみんなにね、なんかもうみんななんで言ってくれないのとか思ってないけど、まあ、言わないでおくね、大人だから、大人でね優しいのでね、キュンキュンはねかけないしそうなんだよね、前髪さ少なくしたの、これも前髪なの、この短いやつ、流れがなんかこっちにさ流れるから少なくしたいやそういう流れじゃん5時配信ある、なんか最近さなんかね寝ててっていうか頭痛くて、そう咳すって言ってよまあ大人だから、はい、思ってるし言ってるやん、大人だから、そう大人だからね、まあまあまあ何も言わずにね寛大な心を示したいと思いますよね、はいやばい、今日さ本当になんか頑張って4時ぐらいまで起きてたの、朝のね4時に起きて、あと1時間かと思ってなんか映画とか見てて、でなんかあ映画とか見るかって思ってたら、なんかちょっとずつ、え分かる、なんか偏頭痛持ちの人分かると思うんだけど、ちょっとずつね痛くなってくるの、あれ最初はなんかあれちょっと怪しいなと思って、で夜中結構雨降ったよね、最悪やばいガッてやっちゃった、雨降ってたじゃん夜中、雨降ってて、で雨の音が聞こえてたから、うわこれ絶対雨じゃんと思って、そうででなんかうわ怪しいなーと思って、えそうなんだよ、レナもね薬飲もうと思ったんだけど、もう真っ暗で布団入ってるし、でもまだ怪しいから分かんないなと思って、最近薬飲んでないから、なんか薬飲みすぎもやだなーと思って、でうわどうしよっかなって思ってるね、うちにも、あやばい、あ死んだ無理、これやばいわ、死ぬやつだ、ジーン、痛いよあって布団の中でなっててまあそれが4時半ぐらいだよね、もう4時ぐらいからさ痛み出したら怪しいと思ったら、もう4時半ぐらいにはもう完璧やられてますから、はい、でも倒れましたね、でまあその寝て、今はねあのね大丈夫、わかんない、多分雨だと思うね、めっちゃ雨降ってたからね、一緒にねランニングすると限界突破できるみたい、いや怖いよ気圧がねやられちゃいますね、で雨に降られながら家まで帰ってきたじゃん、前日さ公園だったから、でその公園の時に公園の午前中そう集合した時雨が降ってなかったから、だから大丈夫だったのね、なんだけど寝たの4時半あ黄砂もある、黄砂も絶対ある、晴れの日とかもやばいもん、めっちゃ頭痛くなる、喋れば普通治るんじゃない、いや一人だよ、だって夜真夜中に一人喋ってたら隣の人怖すぎじゃん
え、でもなんかちょっと頭痛いなみたいな思う時ってなんかめっちゃなんかジャンジャンジャンみたいな音楽とか聞いたら乗るらしいよ。ガチらしいこれ。救急車呼べば救急車呼ぼっかな、頭痛すぎて。え、マジさ、あの、もうやばかった、痛みたいななった。こっちが痛いから、あの左が、左をして、左を下にして寝れないから、だから痛みたいな感じで思ってた。そう、え、マジか、もう本当にやばかった、割れると思ってた。え、マジ、え、マジね、あのちょっと痛いなみたいな時に、え、なんかさ、頭痛ってさ、なんかあのもう血管めっちゃ腫れるじゃん。え、あのさ、頭痛ってさ、血管腫れて痛くなるんだよ。あのトクトクってなるじゃん、あの痛ってなるでしょ。頭痛い時ってさ、トクトクトクってなるじゃん。え、あれってまあ普通に血管がなんか膨張してめっちゃ痛いみたいな感じなんだけど、そのもうなんか血管がその膨張する前にガンガンガンみたいなとか大きい音とか聞いたらなくなるらしい。だから頭痛がね、なくなるらしいの。試したことないけど怖くて。え、ガチらしいよ。やばくない？ガチえ、ガチらしいよ。ガチらしい。そんな感覚までは感じたことない。とりあえず痛い。え、マジで？え、もうなんかさ、痛くてさ、死にそうな時ってさ、もうドクドクドクみたいな、ここにね心臓あるみたいな、ここにね心臓あるみたいになるって。あ、やばい、頭痛くなってきた。ぴょーん多分10人ぐらいフォロワー減るわ今日で。でもガチらしい、それで治るらしいよ。だから次頭痛くなったら試そうと思う。めっちゃでっかい音楽とか鳴らそうかなと思って。え、それはロキソニンとお友達じゃないとやばいね。そんな痛くなっちゃうのか。今の名の通りのさやね解約してくるかなちょっと心配したやろ、あの感じ。コツはなんかちょっとこう 目を痛そうにする感じ。痛ってやばい、フォロー消される心臓より高い。痛風の時、痛風めっちゃ痛いらしいね。さっきのコツはね、さっきの縁かきれない演劇部のコツは痛いみたいな感じにするんですよね。そしたらもうみんなを騙せちゃいますっていういや、通知オフ嫌やなそれ。結構前見てるよ、ありがとう。あー、もうもわってなったしかも高さ違うよな今日。こっちをちょっとだけこうやってやっていいんかな。まあいいや。しました、これとこれ。ちらこうでございます。薬はいらないの、使い回してる、効かなくなってくるから。あー、わかるそれ。気のせいよー、ポポン何かかわいそうってこれ結構言われたんだけど、よくない、いいじゃん一人でやったってなんか最近さ、なんか取って出しとか、あの開演前動画とか終演後動画の立ち位置が左の端なんですよね。左利きとか関係あるのかなって思った。結婚してあげるね。グーそういう得意なのねえ、これえ、だってさ、なんかどうやったっけ、なんかこういうねポーズをしてたんですよ3人で。けどなんかあのそれだけっておもろくないなと思って、こうやって勝手にハートつけ足した。はぶれな、自らですから。あの場合左利きとか絶対関係ある。だってさ、あれな、取って出しとかで右に立ったことあるわ
右に立ったことあるけど、最近はマジで左やねんな。結婚していいよ、左利きだから結婚してあげる。入れてくれるメンバーいなかったのか。いや違う違う。自らですから。ん、昨日昨日サラどこにおった？10時のうち決めれるの？あ、決めれる決めれる、立ち位置やんな。うん、決めれる。最近見のないプールの衣装緑。え、そうやねん、レナさん緑嫌やのにさ。嫌とか言え、別に嫌じゃないねんけど、なんかレナはブルーの方が好きなんやけどって衣装さんに言った。青がいいんですけど、うわ、緑になってもたーって。でもなんか結構コロコロ変わるっぽくて、でも最近はなんか定着してるような、緑に。その反面テレクトマークいらない、よかった、ありがとう。緑嫌じゃないけど、嫌じゃないけどな。そう、まあちょっと嫌なのは嫌ではないんけど、そう、青似合う、青似合うってめっちゃ言ってくれるよな、嬉しい。ブルーのが似合ってる、やんな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 。違うねんな、緑も全然いいねんけど。え、なんかレナは別に特になんかこの色がいいとかこの衣装着たいとか特になかった、特になかったけど、あのジェラシーと仲間の歌とダウトごっちゃになったの歌は、あの衣装はピンクオレンジがあるからそれが良かったけど、まあみんな青似合うって言ってくれるから何でもいいかなみたいな思ってる。何色でも似合う、まあそれがガキレノですからね、何でも似合っちゃうのがね。青一年知らんけど、知らんのかい。可愛いか、何でもいい、そう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 、レナが来たら何でも似合うしって感じ、って感じですよね。ごめんなさいね、なんか私何でもいいか。どうなんやろ、みんな的にはどう、なんか推しにこの衣装着てほしいなとか、何色系の衣装が似合うなこの子はとかある？あんまりない。え、そう、衣装さんに言ったね、え、ピンクオレンジがいいんですけど、私もサイリム色、サイリムカラー、サイリム色をやってサイリムカラー知ってますか、ピンクとオレンジですよみたいに言ったら、まあまあ立ち位置とかさ配分とかね、いろいろあるから、まあでも口に出して言うってことは偉い、いいと思うよみたいな、これからもっと言っていってねみたいな、言っていってねって言われてさ、ずっと言っとんのにさ、まだ一回も変わったことないからな。ほんまに。青の子、青の子見たらレナやなってなる。うん、確かに初日というか初回から、あのジェラシーの衣装は、ジェラシーの衣装は青、青から一回も変わったことない、他の色着たことない。衣装さん優しい、衣装さんめっちゃ優しい。やんけど、あ、そうそうそう、サイズとか、あのスカートをそのきつくしなあかんとかさ、いろいろあるから。あ、知ってた、大丈夫ですか。青3人いる、しかもなんかまとまってるような、あの青の衣装着てる曲、特にメンバー色って言っちゃった、メンバーカラーじゃなくて、私はそもそもいないからよくわからない。はぁ、俺じゃないの、俺でしょ。うんうん、あ、そう、え、なんか衣装とかもなんか結構あのね、衣装さんがこの子は何色が似合いそうでとか、この子は衣装も形が違うやん、形が、あのお湯、そういうさ、あれでも同じ曲の衣装でも形が違うから、
だからそうなんか形とかも見て、この子はこういうのが似合うんじゃないとかもそういうのも見てくれてるらしいですね。ありがたいですね。ありがたいですね。勘違いさせてしまってってことですか。勘違いですか。私の勘違いでした。あ、細く見えんの。なんか黒は聞いたことある。黒は、俺お尻ないんだ。ペンライトのオレンジの発色が良くないんだ。ん、薄いってこと。ママさん水分取って。それな。骨格見て決めて。どうなんやろ、そんななんかめっちゃそうなんかこうこの骨格になるのはみたいなのはないけど、なんか大体みたいな、なんかそういうなんか見てるのは見てると思う。そう、石尾さんも考えてくれてるのは考えてくれて、よくわかりません。100点じゃないよ。だるだるこめやん。ピンクレンジェルさん、俺に気分よかった。石尾さんとかミユキさんのおすすめは間違いない。あ、ね、そうね、不審な的な。今度の T シャツ着て配信してみて。青の T シャツか持ってない。青系かないね、着ない。確かにな、自分では金かも。何、自分で、うん、自分でないかもそういうの。プロだね、メイクさんとかもね、そういうの決めてあげたい。楽しそう。ありがとう、サイリン。じゃあレナ何色にする、衣装さんになったら。え、みんなさ、じゃあジェラシーの衣装で考えよう。ジェラシー、ダウト、仲間の歌のあの衣装何色、レナ。あ、でもあれはサイリムカラーのやつがあるから、なしにするか。なんかあるっけ、あと。でもあれしかないか、カラフル。あ、カラフルは。うん、親子で釣る体質。釣る。一番上のお兄ちゃんもよく足とか釣ってる。え、別の人に譲らんとってよ。なんで、考えてよ、俺の衣装全て頑張って。んどんな感じか見てみたい。ああ、え、青、嘘やん。ジェラシーの衣装だった青ですか。私は嘘青なの。青なんですか。審査衣装決めたい。なんでレナの、キューちゃん、お尻攻撃してあげて。あー、誕生忘れとった。ちょっと待って、ほんまにごめんな、ほんまにごめん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 。お尻ねえ、男女ごめん、うーん、やってもたー、やってもたな、これは。メモってないんよな、今日はやらないんよなって言っちゃった。ほんまにごめん、ほんまにごめん。ちょ、まあ、みんな優しいから許してくれると思うけど、っていうかマジでごめんすぎる。あと9分やん。え、マジ明日明日読むわ。明日男女読みの2です。どういうこと。そう、ちょっとブーちゃんが今日もやめといた方がいいって言ってました。マジでごめん。忘れる。ちょっとほんまに違うね。今日はブーちゃんが言ったから、今日はブーちゃんが言ったねんな。今日は中2回は同じことさやねんな。だからみんなのせいにできひんねんな。言ってよとか言えへんやん、これに関しては。これに関してはなんで言ってよとか言えませんから。
みんなと合わす顔がないですね。これに関してな、ちょっと人のせいにできないんで、はい、ごめんなさい。反省してそうやろ、さっきの感じ。コツは声をちっちゃくしゃべること。ごめんなさい、ごめんなさい。コツ、これコツです。え、マジでごめん。明日するから。絶対明日する。じゃあほんまにさ、もう。マジでごめん、ほんまにごめん。よし、今日頭痛かったから、そう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 、ありがとうございます。囲い込めコツとかやってるのやばい。切れました。まあ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 、な、そういう時もあるやん。そう、なんかな、今も雨降ってるし、そう、ワンチャン明日も絶対覚えとうけど、ワンチャン今日の夜も頭痛くなる可能性あるやん。そうなったら明日もちょっとやばいかもしれへんから、覚えとったとしてもな。だからもうあと7分やん。楽しく行こうもう。とりあえず楽しく行こう。あと7分楽しく行こうよ。でもお休みメール送ったから、お休みメール送ったからさ、お休みメール送ったやん。お休みメール送ったからな。これでさ、今日の昨日言っとった壇上もないし、お休みメールもなかったらもう嫌なやつやん、そんな。けどお休みメール明日なんかあれ、いや多分雨やねんな、明日は。多分それは間違いで、多分それは間違いで、明日まで雨やった気がする、名古屋は。明日名古屋が晴れたとしても明日兵庫に帰る可能性もあるから、まあ兵庫は雨やから頭痛くなる可能性もあるよね、うん、そういうこと。じゃああと5分やんか、あと5分やからもう楽しく行こうよ。いや多分帰らへん。だって帰ってもさ、やることないねんな。ブータロには会いたいけど、ブータロには会いたいけどさ、そうやね、兵庫帰ったらさ余計さちょっとやばいよな、忘れる可能性大。いやいや、明日読むから、明日読むで。読まない方向とかないからね、読む方向にしか持っていってないね。兵庫、そっか、兵庫は課題な、持って帰らなあかんくなってまうからやめとくか。でも焼肉いけるんか、迷うな。信頼配慮の積み重ねなんだけどな、許してください、許してください。っていうね、はい、感じで、あと4分なので楽しくいきましょうよ。いや明日は読むから、読むから、明日は絶対、ほんまに約束やから。これはそんな忘れない、ほんまにこれはマジで約束だからな。だから許して。コツ出したん分かった、バレた。生きれてないやん。切れてないやん、切れてないやんな。別に怒ってないから。みんなのせいとか全く怒ってないから、そう、みんなのせいとか全然思ってないからな。みんなのせいとは思ってないけど、まあ、一応お尻攻撃なしとくわな、みんなに。全然みんな全然悪くないけど、一応お尻攻撃だけして終わりますね。今日も。
え、マジさ、ルナってさ結構さなんかさ、ちゃんとできてますみたいな人によく見られんねんな。けど全然ちゃんとしてなくてちゃんとこれ言ったことあるよな。そしたらなんかみんなになんかちゃんとしてないじゃんみたいに言われるけど、いや、あと3分起きとって怪我していいよ。今日はなんかみんなにいじめられてないよ、いじめられてないよ。ちゃんと SML もくれたし、何準備もできたし、明日かっこ明日何準備もできたし、明日から結婚してあげます。え、それな、レナ57分でお休みメール送ったからな。マジこれに関しては褒めてほしい。褒めてくださいね。なんかマジ提出物とかもなんか友達のお母さんとか、レナちゃんは本当にいつもちゃんとしてるよね、しっかり者だよねみたいな、よく褒められててんな。やねんけど、よく褒められとったけど、マジで提出物とかマジもう間に合ったのほんまに何回ですかみたいな。やったー、褒めて心の中でいや心の中やだな。え、なんでみんなのところ59分なの。いや58分なんですけど、大学の課題でずつ逃げられない、言わないでね。おやすみなさい、ネクストいるじゃん。メガバトぐらい気がしていいよ。最後じゃないですか、今日最後じゃない、バイバイ、おやすみ、ありがとう。ねえ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 、みんなさ、あの今日もレナのことあげとってな、ちゃんと今すぐ見るから。ちょ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 、もうみんなさ、なんで寝るん、夜は今からやで。もう寝ずにさ、ずっとさレナのことだけ考えとけばいいのに。あ、結婚してありがとう、ギリギリじゃあね、おやすみ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 。朝は起きてたらやります、多分やる。おやすみ、バイバイ。あ、お疲れ、ありがとう、お疲れ、ありがとう、おやすみ、バイバイ。